どうもこんにちは、BookTuberのまさきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。本日は、毎月恒例4月の購入本紹介ということで、何冊か僕が4月に買った本を紹介していこうと思いますので、ぜひ次読む小説の参考にしていただければなと思います。それでは参りましょう。最初がですね、こちら伊坂幸太郎さんの週末のフールです。はい、こちら僕が大好きな伊坂幸太郎さんの作品になります。最近の僕の動画でですね、かなり伊坂幸太郎さんの作品をこう選書しているわけなんですが、まだまだですね、伊坂幸太郎熱が収まらなくてですね、今回こちらの週末のフールを購入しました。まあ、話としてはですね、8年後にこう隕石が衝突すると予言されてから5年が過ぎた後の話ということで、題名の終末のフールとある通り、終末が訪れた際に人間はどう行動するのかというところをこう描き出している作品じゃないかなと思うんですけれども、こちらですね、僕以前に本屋大賞のノミネート作を全部読んで、ランキングを予想するという動画を上げているんですが、このノミネート作の中でですね、この終末のフールと同じようにディストピア系というか地球が滅ぶ設定の物語がありまして、滅びの前のシャングリラという作品なんですけれども、まあ、こちらをこう読んでこう紹介したというか、ランキングとして発表した際にですね、コメントで週末のフール、この伊坂幸太郎さんの週末のフールを思い出しましたっていうコメントがいただけてですね、あ、そういう小説あるんだと思いまして、僕はこちら探してこう手に取った作品になります。まあ、成田悠さんの滅びの前のシャングリラもですね、かなり面白くて、僕こういう設定がすごく好きなんだなと思いました。読んでてやっぱりこう終わりが来る瞬間ってやっぱ人間の本質が出るというか、人間のこう善の部分も悪の部分も出てる描写がかなりあったので、滅びの前のシャングリラでそういう物語が好きで、僕もこちらすごく期待して読んでいこうと思います。続いてはこちらです。同じく伊坂幸太郎さんのオーデュポンの祈りです。はい、またしても伊坂幸太郎作品ということで、ハマりすぎだろっていう方いらっしゃると思うんですけども、いや、すごく大好きでですね、買ってしまいました。これですね、裏表紙の設定がすごく魅力的というか、ちょっと説明するんですけど、まあ、コンビニ強盗に、失敗して、こう、逃走している主人公だと思うんですけど、伊藤っていう主人公が、気づくと見知らぬ孤島に、いてですね、その島に妙な人間ばかりが集まっていると。で、なんかこう超能力的なこう未来が見える男、カカシっていう男がいて、そいつとこう出会う話ということで、これどんな話ってなりますよね、まず。で、そのですね、未来が見える男、まあ、カカシというんですけれども、カカシが、まあ、自分の死を阻止しようとすると。ですね、伊坂幸太郎さんの作品の登場人物というか、キャラクターというか、もうすごくですね、悪い言い方をすれば、ちょっとセリフがキザというか、ちょっと済ましてるキャラクターが多いイメージなんですよ、僕。でもそういうキャラクターと、こう、触れ合ってるうちにだんだん好きになっていくんですね。そういうですね、伊坂幸太郎さんのその、キャラクターの魅力というか、そういうのがすごく好きでですね、なんだろう、未来が見える男とか、コンビニ強盗を、で失敗した男とかも多分すごいいいキャラクターだと思うので、ちょっと楽しみに読んでいこうと思います。続いてはこちらですね、相葉秀夫さんの震える牛です。僕ですね、最近本琴というブックチューバーというか、本を紹介する人たちが集まってやっているグループチャンネルがあるんですけれども、そちらに出演させていただいたんですが、その本琴メンバーの中のアベシーさんというミステリー小説が大好きな方がいるんですけれども、そのアベシーさんがですね、相葉秀夫さんの作品をまとめていてですね、その動画見た時にこちらの震える詩が相葉秀夫さんの中でまず最初に手に取っていただきたいという旨を動画で言っていてですね、いや、とても気になってつい買ってしまいました。もうどういうミステリーなのかはもう全くわからないです。なんかとりあえずこれ読んどけみたいな感じで、安倍晋三が動画で言ってたので、ついね、買ってしまったんですけれども、まあね、ミステリー小説をこう何冊も読んでる安倍晋三がおすすめするのなら、まあ間違いないでしょうという、圧倒的信頼でこちら買いました。まあね、楽しく読んでいこうと思います。続いてはこちら、古田天さんの女王は帰らないです。続いてもですね、本琴メンバーの P 秋夫ことペキョさんという方がいらっしゃいまして、ついこの前ですね、コラボさせていただいて、まあフリートークみたいな感じでこういろいろおしゃべりさせていただいたんですが、まあ、そのコラボ動画の中でですね、ペキョさんがめちゃくちゃこう一押ししていた
ミステリーの女王は帰らないを購入しました。こちら小学生が主人公の話らしくてですね、小学生特有の、残酷さというか、そういうのもありますというのをペキャさんから聞いているので、ちょっと面白そうですけども、どうなんだろう、全く読めないですね、話が。このミステリーがすごい大賞に選ばれた作品ということもあって、どんな感じかわからないんですけれども、結構面白そうだなということで、手に取ってみました。ということでですね、こちら、僕が4月に買った本は計4冊です。伊坂幸太郎さんの作品と、本琴メンバーお二人の、おすすめ本を買いました。本当にですね、僕、積ん読本がかなり溜まっていて、ちょっともう買うのはやめようかなと思ってたんですけども、ついね、面白そうな小説をね、見つけてしまったので、買ってしまいましたね。で、僕は、この4冊しか買わなかったんですけれども、なんとですね、僕の母親からですね、小説が届きまして、これ面白いから読んでということで、母親が僕の元にですね、本を送ってくれたので、そちらも紹介します。まずこちら、森博さんの、ねじれ屋敷の理順ですかね。こちら森博さんの作品ということで、僕が森博さん好きなので、送ってくれたのかなと思います。これ、S&M シリーズっていう森博さんのシリーズ作品と、V シリーズという、また別のシリーズ作品がありまして、その、シリーズ感をこう、リンクさせるというか、共有させる作品らしいので、ちょっと僕ですね、まだ S&M シリーズも V シリーズも読めてないので、それ読んでからになると思うんですけども、こちら読んでいこうと思います。お次がこちらですね。伊坂幸太郎さんのホワイトラビットということで、伊坂幸太郎さんに僕の母親もハマっているのかわからないんですが、僕の元にね、届けてくれました。でですね、次がこちらですね。宇多野昌吾さんの、長い家の殺人です。宇多野昌吾さんはですね、葉桜の季節に君を思うということで、僕は初めて知りまして、そちらの作品しか読んでないんですけれども、これは宇多野昌吾さんの、デビュー作らしくて、ミステリー小説のかなり有名な、島田宗司さんという方がいるんですけれども、その作家さんが、激賛した作品ということで、その島田宗司さんの推薦で、デビューした方が宇多野昌吾さんらしいですね。強烈なデビュー作ということで、僕すごく読むの楽しみです。続いてがこちらですね。堀川恵子さんの教会誌。こちらの作品ですね、僕の母親が大絶賛というか、もうすごく面白かったってこう、LINE が来まして、死刑の作品っぽいですね。死刑囚というか、死刑制度の矛盾と苦しみを描いている作品ということで、かなりですね、重めの雰囲気の作品なんですけれども、かなりですね、こういう死刑の作品って僕、すごく好きで、そういう自分の見えないところで何が起きているのかっていうのを知れるのが、すごく、楽しくて、こういう小説読むんですけれども、この死刑に関連した作品で言うとですね、高野和明さんの13階段とか、それこそ、僕がすごく何回も紹介している作品なんですけども、早見和正さんのイノセントデイズとか、こちらの死刑囚の話となっていて、この作品どれも面白くてですね、やっぱりその死刑囚の、死刑制度の矛盾というか、そういうところに、やっぱりミステリーが絡みやすいというか、そういうものもですね、読んでてすごく、ためになる部分もありつつ、すごいセンシティブな問題なんですけれども、死刑制度というものは。そちらのですね、あまり触れられない問題だからこそ、こう、触れていこうというところもあるので、この小説なんですけどね、小説でちょっと僕読んでみようかなと思います。ということでですね、僕の母親から送られてきた本はこの4冊でした。はい、ということで、今回は僕が4月に買った購入本を紹介していきました。気になる本、どれかあったでしょうか？これからですね、僕もこの小説、読みまして、読んだ後にこう自分の言葉でまた紹介し直そうと思っているので、ぜひ、チャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手はまさきブックスでした。バイバーイ。最近ですね、僕本琴という、グループ YouTube チャンネルに、ちょいちょい、サブメンバー的な感じで、たびたびこうお邪魔させていただくかもしれないので、ぜひ本琴の YouTube チャンネルチェックしていただければなと思います。それではまた。バイバーイ。